ダウリアチョウザメダウリアチョウザメ頭部ダウリアチョウザメ口を開けたところチョウザメ科はチョウザメ目に分類されるとが、いわゆる古代魚とされる分類群の一つである。なお、チョウザメという名称はその形状がサメに似ていることから、ついたものであるものの、実際には、ウザメは、甲骨魚類に属するため、軟骨魚類に属するサメとは、系統が大きく異なる。淡水魚である。 チョウザメは、体表にある光輪が、蝶の形をしており、全体的な形がサメに似ていることから名付けられた。漢字表記では、ザカナと表記する。また、英名かな読みの、スタージョンが使われる場合もある。アイヌ語では、ユペと呼ばれ、他に、オンネチェプ、カムイチェプ、ビシュルカムイなどの名を持つ。チョウザメ属アッキペンセルは、リューシャンレッドをおよび、アラスカ湾から、 メキシコのエンセナーダまで分布し、かつて日本にも分布していた。国際自然保護連合のレッドリストでは、純絶滅危惧と評価されているが、2017年に公表された、環境省のレッドリストでは絶滅と評価された。ダウリアチョウザメ属フソチョウザメの燻製。ありがとうございます。